また青の扉か。そうだぞ。よし。お、こんなとこにも装置があるぞ。前よりは楽に切れるようになったが、まだ本調子とは言えねえな。
よし。準備はいいか？おう。悪いな。俺たちの箱返してもらうぞ。水の巨像というよりは水と氷って感じね。対抗するには熱か。ということは俺の出番だな、ロビンちゃん。ああ、じゃあ行ってこい。そうすりゃグルマ湯の氷漬けの出来上がりだ。ああ、バカにしてんのか、クソ剣士。お前らやってる場合か。よし、行くぞお前ら。やるか。ディアブルジャンブフランバージュシャット。効かねえな。次はドイツだ。サードゴムゴムのギガントピストル。ぶちのめしてやるよ。キャノン、みんなで力を合わせるんだ。これで元気になるぞ。おう、おう。さて、お手並み拝見。うん、グランデ。開始だ。ディアブルジャンブフランバージュシャット。シフト休憩だ。おらよ、よしだ。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。大丈夫、これでみんな直せ。あ、頭った。粋なことするじゃねえか。ことね。サンダーランステンポン。
俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。それ俺様の技術力味わわせ、フランキーキャノン。さてお手並み拝見。ん？フランデ。まずいわね。こいつ強いわ。サンダーチャージ。ウィングアーム。効かねえよ。お手柔らかに。ん？フランデ。くそー、動けねえ。怖くなんてねえぞ。肩慣らしといくか。これで元気になるぞ。刀がうずき。九刀流アシュラ一部。ちょっとは本気出さねえ。ん？フランデ。私の番のようね。二刀流、いよい羅生門。これは気を抜けなそうな相手ね。相手してやる。俺に任せとけ。大丈夫、これでみんな直せる。うー、ありがてえ。さてお手並み拝見。ん？フランデ。してやる。おら、ビビってなんかいねえぞ。お前ら無茶しすぎだぞ。うわ。お。さて、お手並み拝見。ん？フランデ。
前を倒す三段はつけてきた。必殺ひまわり星。よし、行くか。二刀流、よい、羅生門。ぶちのめしてやるよ、フランキーカノン。大丈夫、これでみんな直せる。気が利くじゃねえか。ちょっとは本気出さねえと。うん、グランデ。よし、行くか。二刀流、よい、羅生門。切り直しだ。やべえ、意識が。俺だって強くなったんだ。こんなやつに負けねえぞ。大丈夫、これでみんな直せ。ちょっとやばいかもな。どんとこよ、相手してやる。背中の傷はみっともねえな。味だ。ほら、これうまいぞ。三刀流108ポンド砲。これで三体目か。な、あ、さ、寒い。今。俺強くなった。よっ、理由は話せん。これは政府の取り決めだ。従ってもらおう。どうだった。説明もない命令には従えんと言い張りおった。だが出すしかあるまい。バスターコールの指令をな。神の息吹は惜しいが仕方ないだろう。あ、どうかしたのか、アディオ。いや、この石が少し気になってな。なんだよ、ロビンだけじゃなく、お前もこんなぐっちゃぐっちゃした文字が好きなのか。ははは、悪くない趣味だろ。そういや、お前もぐちゃぐちゃの文字を書き込んでるもんな。文字？ああ、この入れ墨のことか。全然違う感じのやつだけど、エースも背中に書いてたんだ。俺のは一族に受け継がれてきた文様でもあるからな。魂のようなものさ。打ち勝ちたいもの、守り抜きたいもの、何でもいい。絶対に曲げられないことの証明ってやつだ。エースは白ひげのおっさんのドクロだったな。そうか、つまりはそういうことかもな。魂のようなものか。いいな、アディオ、かっこいいぞ。そう思うか。ああ、気に入った。うん、巨像はあと何体いるんだ。島に残った巨像はあと1体のはずだ。よし、もう少しだ。習おう。ねえ、メモリアキューブってあんなに安定しないものなの？どういうこと？時々制御できないようになるの。
あなたの感情が反映されてるとも考えられるけど、そこまでおかしな状態になるとは思えないわ。そう。不安を抱えているみたいね。本当にいいの？あなた自身、自分のしていることが正しいと思えないのでしょう。でも、アディオにも大切な人たちが。まだ時間はある。よく考えて。寝てしまったわ。どうだ？そっくりだろう。こいつはある一族に伝わる文様だ。かつては空島にあって栄華を誇った立派な一族さ。わかるか？俺とお前は同じ一族の出身ってことだ。本当？ああ、しかも俺たちだけじゃねえ。海の向こうで大勢の一族が待っている。この島は俺たちの故郷なんだよ。なぜその人たちはここに来ないの？妨害に遭ってるからさ。このワフルドを守る力が働いているために到達することができないんだよ。力？隠すなよ。神の息吹と名付けられた遺跡さ。安心しろ、別に壊そうってんじゃない。しばらく俺が操れるようにするだけだ。一族をこの島に帰還させるため、神の息吹の嵐による妨害を止めなければならないからな。神の息吹を起こすには島の危機と判断させるため、4つの巨像を倒す必要がある。だが巨像を自ら破壊しちまうと敵対者と認識され、支配者の資格を失う。ええ、そうね。もうすぐこのワフルドに一筋縄じゃいかねえ海賊がやってくる。そいつらをうまく利用して4つの巨像を倒したい。リム、協力してくれるな？アディオは正しいことをしているもの。きっとルフィも許してくれる。よし、もう少しだ。力を全部取り戻して冒険を再開するぞ。準備ができたのなら行きましょう。ちょっと待て、リム。どうしたの？先に飯だ。腹減った。ふう、いつものことだけれど緊張感がないわね。ルフィはどんな時でも食いしん坊なのね。次はどこに向かうの？このキューブはマリンフォードというところのようね。ここはどういう場所なの？俺がエースを助けに行った場所だ。だったらそのエースを助けることがルフィのすべきことね。ああ、そうだよな。な、ルフィ、お前。俺なら大丈夫だ、ウソップ。よし、みんな行こう。飯だ、飯。
腕が鳴るな。合流した仲間と共に巨像を撃破した麦わらの一味。取り戻したキューブに浮かぶ記憶は彼らにとって辛い記憶だった。絶体絶命の中、ルフィが下した苦渋の決断、それは。次章、頂上戦争、戦乱のマリンフォード。今回はお前らがいる。俺に力を貸してくれ。サニー号を手に入れたルフィたちは、航海者たちが集う新世界への玄関口、シャボンディ諸島に到達。この島で天竜人を殴り飛ばすという大罪を犯してしまったルフィは、島にやってきた海軍大将キザルに追い詰められている。必死に応戦をするルフィたちだったが、突然現れた七部海バーソロミュークマの手によって、それぞれ見知らぬ土地へと飛ばされ、麦わらの一味は完全崩壊を喫してしまった。ルフィが飛ばされたのは妙ヶ島アマゾンリリー。この島で女帝ハンコックの信頼を得たルフィは、兄エースが公開処刑されるという情報を知る。エースを救おうとインペルダウンの最深部に乗り込んだルフィ。しかし時すでに遅く、エースは公開処刑のために海軍本部へ移送されていた。ルフィは海峡のジンベイやかつての宿敵クロコダイルたちと共に難攻不落のインペルダウンを脱出し、海軍本部のある地マリンフォードへと向かった。一方その頃、マリンフォードにはエースを救い出すため湾内を埋め尽くすほどの海賊船団が押し寄せていた。これらを率いるのは四皇の白姫、世界最強の大海賊である。迎え撃つ海軍を最高戦力の大将赤犬、キザル、青キジが集結。さらにはもう一つの大勢力、オーカ七部海も顔を揃え、白ひげ海賊団と相まみえるのだった。
その規模と世界を震撼させた結末から後に頂上戦争と呼ばれることになる歴史的な大戦、エースの処刑をめぐり、その大乱戦の火蓋が今切られた。強大な戦力がぶつかり合うマリンフォード。白ひげが巨大な津波を起こせば、青生地が瞬時に凍結させる。誰が勝ち、誰が負けても時代が変わる。まさに頂上の戦いが繰り広げられていた。そしてルフィたちはエースを救うため戦いの真っ只中についに降り立った。こいつ麦わらのルフィだ。奥越ルーキーだぞ。なんで麦わらの一味がここにいる。いきなりかよ。慌てるな。本部の奴らとはいえただの海兵だ。お前らに構ってる暇はねえ。どかねえならぶっ飛ばしていくぞ。俺とやり合おうた。いい度胸じゃねえか。みんなで力を合わせるんだ。よし、交代だ。止まるだけだ。準備 OK だ。やっと俺の出番か。俺に任せろ。これだ。俺の多彩な変形点。これだ。俺とやり合おうた。いい。行くぞ。俺についてこい。戦闘だ。やばい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 。これだ。そこをどきやがれ。パンチ。行くぞ。まだ。まとめて下ろしてやるか。これからだ。私が必要ってことね。サンダーランス旋風。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮な奴らだぜ。よし、任せろ。やっと俺の出番か。刀のためにしてやる。行くわよ。これで元気になるぞ。狙いは外さねえ。一丁やるか。
きなり海兵かよ。こいつは頂上戦争のど真ん中だな。聞いてた以上にとんでもない状況じゃねえか。こんなところにいたら命がいくつあっても足りねえぞ。エース、みんな聞いてくれ。エースはあそこにいる。この戦争でエースは死んだ。ルフィ、この世界は現実じゃねえかもしれねえけど、俺はエースを助けたい。ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジ、チョッパ、ロビン、フランキー、今回はお前らがいる。俺に力を貸してくれ。おう、どけよ。俺たちはエースのところに行くんだ。おお、麦わらの一味、揃いも揃ってどうやってこんな場所まで来れたんだい。しかしシャボンディで拾ったばかりの命をこうもあっさり捨てに来るとは呆れるね。借りっぱなしは気分が悪いからな。返せるときに返しとかねえと。若いね。先に行けルフィ、こいつは俺たちで止める。ああ、兄貴を助けろ。わしも舐められたもんだよ。好き勝手もここまでだ、麦わら。お前、ケムリ、お前と戦ってる場合じゃねえ。俺たちはエースのところに行くんだ。ルフィ、先に行って。行け、ルフィ。ここは俺たちが何とかする。行って、ルフィ。エースを必ず助けて。すまねえ、頼んだ。待ちやがれ、麦わら。悪いけど、私たちの相手をしてもらうわよ。ルフィの邪魔はさせねえぞ。行く。サンダーライス旋風。ごめんじゃねえよ。ホワイトラッシャー。いや、必殺火の鳥橋。これは一筋縄ではいかなそうね。オチエンタフルクロトワマーのブロック。気を抜けんな。大丈夫、これでみんな倒せる。うわ、ありがとう。くそ、動け。うわ、サンダーランステンポン。ごめんじゃねえよ。意気がってやがるのも今のうちだ。オチエンタフルクロトワマーのショック。聞かねえよ。行くぞ。しょうがねえ。まずいわね、こいつ。怖くなんてねえぞ。
せろ。トップグリーンの多彩性見せてやる。仕方ねえ。うっさベガーパンダー支援フルーデルフィニウム。あれ、あ、俺から行く。これは気を抜けなそうな相手ね。あっ、ごめんなさい。俺が行く。これでどうだ。たまらんな。引かねえよ、ホワイトロー。まずいわね、こいつ強いわ。サンダーランステンポ。なめんじゃねえよ。大丈夫、これでみんな直せ。ありがとう、チョッパ。お前を倒す三段はつけてきた。止まんねえ。こんなもんじゃねえぞ。まずいわね。まずい。これでどう。怖くなんてねえぞ、行くぞ。こんなもんじゃねえぞ、ホワイトフロア。俺どうだ。これ行くわよ。疲れた。わ、成長。おお、シャボンディの時とは見違える強さだ。この数日で何があったんだ。手下でこれなら船長はもっと危険なのかね。船長を逃がすためとはいえ、お前たちで相手になるかね。光だろうが何だろうが切れない道理はねえんだよ。俺のビームの方が強いってとこ見せてやるぜ。ディアブルジャンブフルミエールアッシュ。切り替えがありそうだ。二刀流よい。羅生門、びっくりしたねえ、やさかにのマガタマ。まだまだ。フランキー、あい、びっくりしたねえ。効かねえな。任せろ。効かねえな。やっと俺の出番か。まずは飯だ。君、厄介そうだね。フランキー・キャノン。くそ、これだ。ディア
アブルジャンブフランバージュシャット。ディアブルジャンブフランバージュシャット。びっくりしたね。それ効かねえな。ハンマー。切り替えがありそうだ。おいクソゾック見てられねえな。てめえ。クソ違う。ディアブルジャンブフランバージュシャット。天野村人も気が向かねえ。二刀流いよい羅生門。オルサリーノさん、麦わらが湾岸にたどり着きそうです。参ったね。仕方ない、ここは任せたよ。待ち上がれ。海賊風情がこの海軍本部で好き勝手できると思うな。ここは通さんぞ、麦わらの一味。邪魔だデカブツ、三枚に下ろすぞこら。パワー勝負なら俺様の出番だ。スーパー任せろ。きっちり肩をつけるとするか。うそれっけろ。おいお前、下ろしちまうぞ。ディアブルジャンブフランバージュシャット。まだまだ反撃開始だ。フランキーキャノン任せろ。その程度だ。よし、行くか。行くぞ。邪魔だ。おいお前、おろし。なめんじゃねえ。きっちりか。俺様の技術力バーンチ。まだやってねえの。これだ。切り替えがありそうだ。危機急刀流アッシュだ。一武器オーケー。俺に任せとけ。俺に任せ。その程度だ。俺に任せろ。おら、あの地獄の2年間に比べ。あらら、とうとうここまで。お前にはまだこのステージは早すぎる。早くねえよ。今は一人じゃねえからな。俺の後ろには仲間がいるんだ。まさに満身創痍やな。この怪我で海軍大将が相手では分が悪い。加勢させてもらうぞ。ロビン、ジンベ、行くぞ。いや、セカンド。お前のじいさんは恩人だが、
仕方ねえよな。男一匹選んだ死の道。デザートスパーダ。あらら、これはまた珍曲だ。今度はクロコダイル、お前さんもか。こんなルーキーに加勢するとは、七部会も安くなったもんだね。邪魔ねえな、麦わら。お前は、ワニ。長い牢獄暮らしで体がなまってやがる。刀なしにはちょうどいい相手だ。黙って突っ立って。こんなところで立ち止まらねえ。俺は絶対たどり着く。わしも少しは役に立たせてもらおう。